厳選したお肉を炭火で焼き上げ、絶対ご飯が進みますよ。レポーターの安藤真美です。今日は北海道最古の商店街の一つ、観光地としても有名なたぬき工事商店街4丁目にあるビーフインパクトたぬき工事店にやってきました。お隣にいらっしゃいますのがエリアマネージャーの滝見さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。素敵な店内ですよね。こう牛柄の壁紙だったり、こう入ってすぐに迫力のあるグリルがあったり、はい、こうお店に、ね、インパクトがあって、はい、ね、どういったお店なのか早速ご紹介いただけますか。はい、気取らないがっつりステーキをコンセプトにした2014年にオープンしたお店です。厳選したお肉を炭火で焼き上げ、リーズナブルな価格で提供しております。今日はどういったステーキをご紹介いただけますか。はい、当店の創業時からの看板メニューのご縁ステーキです。ご縁ステーキって何でしょうか。はい、はい、価格が 1g ご縁で 250g から提供しております。どういうお肉を使われているんですか。はい、安心で高品質なアメリカ産肩ロースを厳選しておりまして、赤身が強く歯ごたえがありワイルドな味です。気になります。私もこの後がっつりいただきたいと思います。がご縁ステーキ、当店自慢のそちらのステーキソースの方をかけてお召し上がりください。これぐらいですか。はい、大丈夫です。たっぷり、はい、おーソースをかけるとこうね、また香りが立ちますね。では早速いただきます。はい、わーすごい、この厚みがっつりいただきますね。肉肉しいですね。こうガツンとくる、こう力強いステーキです。赤身が強くて、でもこう脂乗りもよくって、はい、すごくバランスがいいですよね。そうですね、ね、どんどん赤身の旨味が噛むほどに増してきて、でさらにはこうね、はい、肉汁もじゅわーって溢れ出してきて、はー、おいしい。絶対ご飯が進みますよ。最高。滝見さん、ありがとうございました。もう大満足です。最後に滝見さんが思うアメリカンビーフの魅力について教えていただけますか。はい、アメリカンビーフは餌にコーンを混ぜているので、脂身が甘く日本人好みの味に仕上がっているところです。ビーフインパクト各店ではグランドメニュー以外にもイベント、フェアでアメリカンビーフを数多く使用しております。いろんな形でアメリカンビーフを味わえるんですね。気取らないがっつりステーキが楽しめるお店へ、皆さんもぜひいらしてください。ビーフインパクトたぬき工事店は地下鉄大通駅から徒歩5分ほど、たぬき工事4丁目にあります。またビーフインパクトは札幌市内に5店舗、市外には千葉も含めて7店舗あります。皆さんぜひお近くの店舗へ足をお運びください。滝見さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。